皆さんこんにちは。私はですね、2013年の終わりぐらいから今のような形で YouTube やってますけども、当時はですね、商品紹介ってのが流行ってたんですよ。いろいろ新製品を紹介したりだとか、そういうのが流行ってたんですけども、今はですね、もう商品紹介じゃなくて、なんとかやってみたみたいのがね、流行ってるみたいですね。そんなわけでね、私もちょっとなんとかやってみたみたいのを、ちょっとやってみようかなと思いまして、今回はですね、こんなものを買ってみました。こちらです。自分で作るスーパーボール。スーパーボール知らない方は多分いないですよね。あの硬いとこに投げたりするとビヨーンってね、すごい飛ぶやつ。多分ね、それを自分で作れるというそういうキットなんでしょうね。なんか面白そうじゃありません？すでにね、他のなんか有名な方とかがやってたらすいませんね。ちょっとあのそういうのチェックしてないからひょっとしたら被っちゃってるかもしれないですけども、あのパクリとかそういうつもりはないのでね、被っちゃってたらごめんなさい。今回はこれを作ってみましょう。まあ、これね、なんか作り方は簡単で、この粉を、この型に入れて、で、水に沈めるだけらしい。すごい簡単だよね。じゃあちょっと、テーブルの上でやってみましょうかね。はい、こちらが、そのキットで、これが水です。ちょっとね、パソコンの横に水を置くなんてバーじゃねえのかって言われそうですけども、こぼさないように注意をしますので、ね、多めに見てください。じゃあ、開けようか。粉が3種類と型ですね。まずはね、この型を閉じるところから。まあ、こうやってぐーっと曲げて、パチンとやんだろうな、きっと。こんな感じで型を閉じました。で、ここに粉を入れる。どれ入れようかな。グリーンと、これにしようかな。なんかすごい美味しそうな色してるんだけど、間違えて食べないようにね。サラサラサラーっと、よし、こんなもんかな。とりあえずこんなもんで、あーこぼれてくる。あんまりトントンやるとこぼれんな、これで。次に赤いのを開けて入れる。それでじゃあもう一回上に緑入れよう。おーっと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 、こんなもんか。こんなもんでいっか。はい、こんな感じで粉を入れました。そしたら次は水につけます。いってらっしゃい、ドボン。で、最初30秒ぐらいこの粉が水を含むまでは手で押さえとくみたいですね。その後は手離して3分間放置だそうです。3分でできるんだね。早いね、結構。そろそろ手離してもいいかな。よし。これで、3分待機です。なんかさ、鉄砲の紹介系ってネタ尽きるよね。鉄砲の種類はさ、いっぱいそりゃ市場にはありますけども、その商品をね、買うのが大変だもん。よし、そろそろ3分経ったね。そしたら次はね、型を出して、1分待つの？この状態で今度は1分待つそうです。多分水が抜けるのを、自然に水が抜けるのを待つんじゃないかな。長いな、じゃあ結構。水は落ちてこないね、こうやっても。ちょっとじゃあ、こうやって拭いて、置いとこうか。よし、じゃあ型から出すか。で、開けて、おー、おー、すげえ、すげえ、ネバネバしてる。おー、ちょっとこのまままた放置だね。乾くまで置いとかないといけないみたいです。はい、というわけで乾きました。こんな感じになりました。ちょっとね、粉を注入した部分がいびつになってますけども、まあ、このぐらいなら大丈夫じゃないですかね。というわけで実際に弾ませてみたいと思います。でもこれちょっと床にやっちゃうとね、下に迷惑になっちゃうので、こういう硬いものに打ち付けて
弾ませてみたいと思います。せーの、はい、おほほい、お、いいね、は結構跳ねるねこれ、すごいね、ほい、あ、どっか行っちゃった。うわー、めっちゃホコリがついてきた。はい、というわけで今回はですね、こちらのスーパーボールを作ってみよう、作ってみたという動画でした。意外とね、ちゃんと跳ねてくれたね。なんかもっとしょぼいのかと思ったら割と跳ねてくれてびっくりしております。まあ、ただね、ベタベタしますね。普通にその辺で売ってるスーパーボールだとなんかベタついたりしないですけども、これは水分含んでるからかベタベタします。だからね、ホコリっぽいところでやったらホコリをいっぱい拾ってきちゃう、お掃除になるね。まあでもこういうのって出来上がりの完成度云々よりもこの作る過程を楽しむものだと思いますので、そういった点で見たらもうこれは全然素晴らしいものだと思いますよ。しかもそれで100円ですからね。まあ興味のある方は作ってみてはいかがでしょうか。じゃあねー。